はい。では、共通テスト日本史 B の解説をしていきたいと思いますで。今回実施された共通テスト日本史 B なんですけれども、思考調査の2回目とほぼ同じですね、種類としては6種類に分けることができます。そこに書いてある通りですね、6種類、センター型、従来の傾向の問題が4パターン。で、新しい傾向のパターンの問題が2パターンです。はい。従来のセンター型の問題、4パターンです。 A パターン、B パターン、C パターン、D パターンです。A パターン時期判断だけで答えが出せます。そういう問題が一定数あります。B パターンは時期判断で選択肢を絞って、あとは内容判断でという問題です。C パターンは時期判断では絞れないので、内容判断で純粋に答えを出す問題です。D パターンは いろんなデータですね、資料が与えられていて、それを読み取っていけば答えが出せる問題ということで、どちらかというと、読み取りの能力が問われる問題ということになります。で、次が共通テスト型ですね、新しい傾向の問題ということになるんですけど、大きく2パターンです。パターン E は、資料の読み取りの要素があるんだけれども、答えを導き出すためには、時期判断の力、これが必要になると。 でパターン F の方は読み取りも必要なんだけど読み取りだけでは答えが出せずに知識ですね内容判断が必要になるとまあそういう問題ということになりますはいで今回の共通テストに日本史 B の問題を分類するとこんな感じになりますまあ解いてきたら皆さんなのであんまりこのパターン分けっていうのはもう意味がないような気がしますがまあご覧の通りっていう感じになります はい。で、ここから各パターンの攻略方法、注意事項みたいなことですけど、まあ、もう皆さん多分解いてご覧になってると思いますから、あんまり役には立たないかなという感じです。えっと、授業で教えてる生徒さんは、ああ、同じこと言ってんなという感じにはなると思います。はい。まあ、気になるところがあれば、ポーズで止めてみてください。 はい。まあ、知識の場合、用語の入れ替えと意味の逆転。これが大事ですかね。今回、この問題が意外と多かったですね。試行調査ではこれ少なかったんですけども、本試験では8問と増えました。なので、おそらく試行調査よりは平均点高くなると思います。はい。で、まあ、資資料の読み取りが必要な問題。これが試行調査の一応、 まあ、ポイントというかトレンドなんですかね。今後、この問題がおそらく中心になってくると思いますが、思考調査に比べればちょっと問題数としては減りましたね。32問中16問ですから、半分ってことですかね。はい。まあ、攻略のポイント。まあ、授業で解説した生徒さんが見てる場合は、まあ、同じこと言ってるなあっていう感じになりますけどね。どうでしょうか。 はい。あの、極端な文章表現っていう、まあ、文章を読んでて引っかかりのあるところですね。まあ、そこはちょっと気にすると、実は正解へのヒントになるケースっていうのが、まあ、今回もありました。はい。まあ、E パターン、それから F パターンは組み合わせですから、まあ、ご覧の通りという形になります。 では、ここから問題の解説を具体的にしていきたいと思います。問題番号の順番に解説していきます。問題番号の1番です、えー。昨夜さんのメモに基づく次の文、XY とそれに最も深く関連する8世紀前半の法令、A から D の組み合わせとして正しいものを選びなさいということですけどね。まあ、この形の問題、共通テストらしい問題ですけどね。 X とそれに関係する文章を、深く関連する文章を A、B を選びなさいということですね。国家は自ら鋳造した戦火しか流通を認めなかった。で、この文章を見たときにですね、戦火しかっていうこの強い表現ですよね、ちょっとこれ引っかかる表現だと思うんですけど、例えばこういうところにチェックするとですね、選択肢の B ですね、文章の B ですけど、 私にゼニカを鋳造する人は 7K となるっていう、まあ、だからやっちゃだめなわけですよね、こういうことっていうふうに関連性が見えてくると思うんですね。はい、それから文章の Y です。国家が発行したゼニカはさまざまな財政支出に用いられた。じゃあ、財政支出に関係する文章を C か D から選べばいいということなんですけど。 C はこれ、蓄線上異例に関する文章ですかね。けどこれ、支出とは関係ないですよね。文章としては正しいのかもしれませんけど、で、一方の D の方は、6の支給法を定めるってことですから、政府が役人たちにお給料支給するときの方法っていうのを定めてるわけですね。で、お給料の支給っていうのはこれ、支出に当たりますから、まあ、これが関係してるのかなということですかね。で、そうすると B と D ですから、答えは4番ということになります。 続いて問いの2番、問題番号2番ですね。2人が見ていたのは次の図1である。図1に関して述べた下の文 A から D について最も適当なものの組み合わせを1つ選べということですけどね。まず図の1、一辺承認エデンって書いてあるの、これポイントになりますよね。磁気設定が鎌倉時代だなっていうことですね。で、それを踏まえて、じゃあ A、B と C、D から適当なものの組み合わせを選ぶんですけど、文章の B ですね。 国家によるゼニカ鋳造は停止しており、この場面のようなゼニカの流通は例外的であった。これはおかしいですよね。総選などが流通しているというのは鎌倉時代の社会経済史で学習するところなんですけども、そうすると B は5分だというふうに分かります。で、そうするとまあ A は成分なのかなという、まあ、そういう読み取りです、そういう感じですかね。あとは写真に銭差しがわざわざ書いてありますからね、まあ、そのことを考えても、普通に考えると A が成分かなというところですね。 続いて C と D の判断ということになりますけどね、まず選択肢の C です、この場面に描かれている建物は、頑丈な瓦吹きの建築であるということなんですけどね、まあ、写真見れば頑丈じゃないっていうのがなんとなく一目瞭然だと思うんですけど、でそもそも鎌倉時代って3歳一、月に3回定期置が開かれる、つまり常設ではないわけですよね、そうするとま,あまず頑丈な建物とは考えにくいでしょうと。 でそれから図版見てもらえば分かると思うんですけど、建物の屋根、まあ、これ板葺きですよね、瓦葺きでないことは自明なので、C は5分というふうに分かると思います。で今度、D ですけど、図版の手前に女性がです、ね、男性に布を渡しているのが分かると思うんですけど、でえー、桜さんのメモの ゼニカ発行の部分ですね、一番最初の90ページのところなんですけども、朔也さんのメモのところ、資格の中の線火発行っていうところに、古代にはですね米や布、絹なども貨幣として通用しているっていう、まあ、こういう記述があるんですね。 で、選択肢 D を改めて見ると、ゼニカのほかにも古代に貨幣として通用していたものが描かれているということで、まあ、布が描かれているわけですから、これはまあ文章 D の説明とも合致しますよね。ですから D は成分と判断できるだろうということですね。そうすると A と D の組み合わせですから正解は2番ということになります。 続いて問題番号3番です。河川部 B に関連して中世の流通、経済に関して述べた次の文、XY についてその正語の組み合わせとして正しいものを一つ選べということですね。まず中世という時期設定がありますので、陰世紀から大体戦国時代ぐらいですかね、えー、ここまでの時代だなということをまず念頭に置きますと。で、文章 XY 見ると、戦国大名とか室町幕府とか、あとエイゼニデ礼ですかね、ここら辺、 次期設定にずれはないと思います。それから、民、細川と大内、民法で争った。まあ、ここら辺もどうですかね民法の欄の解説ですから、室町時代、戦国時代って考えれば、次期設定に問題はないかなということなんで、純粋に XY の正誤判定をする。まあ、センター型の問題ですかねパターンで言うと C パターンということになります。X です。 エリゼニーは戦国大名だけでなく室町幕府も出したということですけどね室町幕府は応仁の乱の跡も残ってますからねそれこそ京都を中心とする一戦国大名的な位置づけだったというふうに考えれば室町幕府がエリゼニーを出しているということに違和感はないと思いますで Y ・民との貿易をめぐり細川と大地が忍法で争った忍、まあ、法の乱に関する解説で文章に誤りはないかなというふうに思います 成分成分なんでねこれが本番で選べたかどうかっていうところがポイントになるんでしょうか答えは1番です続いて問題番号4番です江戸時代に流通した小判の重量と金の成分比率の推移を示す次の図2を参考にして江戸時代の小判について述べた文として誤っているものを1つ選べということですね、まあ、教科書に記,述あの記載のある表から出題という点ではまあ共通テストらしい問題かなというところです 誤っているものを選べですから、まず選択肢から具体的に見ていきましょう。一番、新井白石の意見により、幕クが鋳造した聖徳小判は、重量も成分比率も、軽帳小判と同じ水準に戻された。新井白石ですから、聖徳小判ですね。まず、重量から見ると、5問目ですかね。で、軽帳小判も、一番上ですけど、見てみれば、5問目ぐらいということですから、重量は同じかなと。次、 成分比率ですから、パーセントを見ればいいわけですね。聖徳小判は84%で、継承小判は84%ということなんで、まあ、これ問題なさそうだろう。2番、幕府が必要に応じ、鋳造小判における金の成分比率を変化させたが50、50%以下となることはなかったということですね。成分比率、変化しているのは表を見れば一目瞭然ですが、一番低い数字で56%ですかね。文政2年の56%というのがあります。 ですから50、50%以下になることはなかったというのは正しいですかね。50%以上ですから、はい。3番、原文小判の金の成分比率は、聖徳小判よりは低く、後の時代よりは高かったということですね。原文小判ですから、上から1、2、3、4 5、5つ目ですかね。成分比率は66%です。これを聖徳小判の84%と比べると、まあ、低いですねで。後の時代よりは高かったのかについて見てみると、 後の時代は56%か57%なので高いということですかね。まあなので、これは成分判断できそうですね。最後に4番です。国内と海外の金銀比価が違ったため、開国後、幕府は小判の金の成分比率を減らして対応した。開国後ですから、1859、それから1860あたりを見ればいいんですかね。 で小判の菌の成分比率を減らしたのかと言われると、57%で変わってないですね。まん延小判はですね、成分比率は変わってないんですけども、重量が3分の1になってるんですね。実は重量を下げることによって、この菌、菌、皮下問題、まあ、有名な幕末の菌流出の話ですけどね、まあ、それに対応したということです。 知識というよりはきちんとこう表と付き合わせて見ていけば、4番が5分であるということが分かると思います。なので、正解は4番です。で、こういう問題なんですけど、1番から3番、すべて成分だなと思ってもですね、ちゃんと4番が誤っているかどうかを確認してください。基本的にこういう正誤判断の問題ではですね、5分を見つけるのが原則になります。続いて問題番号5番です。 河川部 D に関連して円が貨幣単位となった後の明示期に関して述べた次の文1から3について古いものから年代順に正しく配列したものを下の1から6のうちから一つ選べという問題ですね。正常問題です。まあ、センターに引き続き出題されました。まず1行目の明示期に関してっていう、まあ、ここポイントですよね。まずこれにチェック入ってるかどうかっていうのが大事になります。ということは文章1から3を全部おそらく明示期の文章が出てくるだろうということなんで、 これはセンター試験の時代から基本ですけどね、近代の政治問題は10年ごとの年代を特定するか内閣を特定するかという話になります。じゃあ、そういったあたりを意識して見ていきましょう。1番、議員との交換を保障する紙幣が発行され、議員本位制が確立した。これは1880年代の松方財政の時ですかね。ですから、1番は1880年代です。2番 対外戦争の賠償金金により欧米と同じく金本位制が確立した日本が金本位制に移行したのは1870年代の進化条例それから1890年代ですかね日清戦争の後の家計法制定による2つありますけど対外戦争の賠償金とありますんでこれ日清戦争だなでそうすると日清戦争でその後の家計法の話ですから1890年代、まあ、後半ということになりますね。 松方正義丸二内閣ですかねそして3番、戦費調達のため多額の不担資源が発行された不担資源が発行されるのは1876年に国立銀行条例が改正されて打官義務が解かれてからですねでそう考えるとこの戦費調達というのはおそらくその直後にあった西南戦争だと推測できます。 そうすると3番は1870年代ですよということですね。1番が1880年代、2番が1890年代、そして3番が1870年代ですから並び替えると3、1、2番ということで5番が正解ということになります。続いて問題番号の6番です。博物館での学習を終えて家計士の学習のまとめを進めていた朔也さんと花さんは海外の図書館がインターネット上で 次ページの図3のような資料を公開していることを知ったと。その内容を先生に説明したところ、先生も興味を持ち、図ページのような解説文をまとめてくれた。この解説文を踏まえて、日本の貨幣に関して述べた次の文、A から D について正しいものの組み合わせを一つ選べということですね。図の3は見てみると、1947年5月3日って書いてあって、サンパウロ版とかってありましたね。まあブラジル の新聞の記事なんですかね。で、それが少し日本語に翻訳されていますと。で、解説文を読むと19、1904行目ですけどね、日本では1946年に新縁切り替えによって流通が禁止された旧円の旧紙幣、これを高額で売りつけて、ブラジルの貨幣を入手する詐欺事件が起こっていたんだな、というような、まあ、図の3の解説がしてあるわけですね。さあ、じゃあ今度選択肢見てみますと、 A と B はそれぞれ中世には近世にはとありますから、まあ、それぞれが正しいのか間違っているのかをちょっと読んでみればいいわけですね中世にはゼニカとして中国船が流通したため支柱船は使われなかったこれはまあ明らかな古文ですよね意味の逆転ですよね支柱船っていうのが鋳造されて使われていただからエリゼニが行われていたわけですから、まあ、これはちょっと解きやすいですよね問題番号の3番でエリゼニ例の話も出してますんでだから A が古文 よって B が成分なんですかね。金世には関営通報が大量に収蔵され、流通されるようになった。まあ、当たり障りのない文章と言ってしまえばそれまでですけどね。成分っぽいですね。で、次は C と D です。おそらくこれは図の3の事件のサイト頭にそれぞれ選択肢にありますから、図の3に関する問題だっていうことですよね。で、先ほどちょっと解説文先に読みましたけど、深淵切り替えっていうようなことが書いてあるなと思いながら、選択肢読んでみると C。 日本国内で9円の給紙幣が流通を禁止されていたのは金融緊急措置令が交付されたためであった。これ内容的には良さそうですね。で、D、図3の事件の際、日本では1ドル306円単一為替レートが採用されていた。単一為替レートが採用され,てされるのはどっちラインですからね、冷戦が激化した後ということになりますので、1948年以降ということになりますから、問題文の設定が47年の5月ですのでね、ちょっと時期が違いますよね。 まあ、ということで C が成分で D が5分ということになるんですかね。ですから B と C の組み合わせなんで答えは3番ということになります。問題番号7番です。A さんは河川米に関して東アジア諸国の位置関係を把握しておくことが必要であると考えた。そこで1、3、5世紀における中国省朝の領域が示された次の地図1から3を用意したと。 この地図1から3について古いものから年代順に正しく配列したものを下の1から6のうちから1つ選べですね。これ多分ちょっとびっくりした受験生多かったのかなと思うんですけど、まずね、日本史の入試問題ですから、絶対日本史の知識で解けるようになってるんですよ。なので、まず1世紀、3世紀、5世紀っていうのを整理してみればいいわけですね。ちょっとスライドでバッと出しましたけど、 1>, 1世紀はね、五漢女統一伝の時代ですよね。漢の和の名の国王の禁印の記述が1世紀だなっていうの頭入ってれば分かると思うんですよね。で、五漢女統一伝ですから、まあ、五漢が中国を統一してるというふうに考えると、まあ、分裂はしてないでしょうと。そうなると地図の3番になるのかなと。で、3世紀、邪馬国の女王卑弥呼の話っていうのがね、魏志和人伝なんかに載ってるわけですけど、三国志の時代ですよね。魏志和人伝というのは三国志の一つですから、 で三国志っていうのは義、語、蜀の3つに分裂してますからね。じゃあ3つに分裂しているものを探してみると、地図の一番ですね。で、今度は五世紀ですけど、五世紀は和王部とか和の五王の時代ですかね、創上和国伝の時代ってことになるんで,で、和は中国の南朝に朝貢して作法を受けてたわけですよね。で、中国の南北朝時代いうことが分かれば、 中国、南と北に2つに分かれてるんだなということで、これが地図の2番ということですかね。そうすると、もう自然と並び替えできそうですよね。3、1、2の順ですから、答えは5番ということですね。一見するとばっと驚くんですけど、日本史の知識で解けるんですね。中国の資料でちょっと時期をこう整理してみると、まあ、簡単に問題が解けてしまうような問題だったということですね、は。い それでは問題番号8番です。A さんは下線部 B の説明にあたって無理手が保持したと考えられる次の得た船山古墳出土鉄塔の名分を取り上げたとそして人名表記の仕方に注目し渡来人と考えられる長安のみ正プラス個人名となっており他の和人とは表記方法が違うことを発表したと。 下の文、XY について、その成語の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさいということですね。無理手って読むんですね。今回のテストで僕も初めて知りましたけどね。この問題で初めて知りましたけども、X です。無理手、板はは漢字の音を借用した表記である。で、板はっていうのは3行目にあって、でこれ送りがなわざと振ってあるわけですよね。 それから中の一番見ると、まあ、和歌たけるっていうのも、これわざと多分音が振ってあるんですよね。これ受験生ある程度日本史勉強してれば和歌たけるって読むのはわかると思うんですけど、わざと振りがな振ってあるんですよね。で、板はなんかがいい例だと思うんですけど、漢字一つに音一つですよね。で、い、太いはタと読みますし、和は和ですからね。そうすると、この漢字の借尺用した表記っていうのは、 正しいだろうと成分と判断することができます。続いて y です。この資料は稲荷山古墳氏と鉄拳名と合わせ、当時の大和政権の勢力が関東地方から九州地方まで及んでいたことを示す。これ、瑛太船山古墳氏の鉄道に関する基本的な知識があれば成分であるっていうのはすぐわかると思うんですね。瑛太船山古墳が熊本県で稲荷山古墳が埼玉県ですからね。 で中の1番、2番にもいろいろとこう説明がしてあって、例えばね、イタリア稲荷山古墳出土の鉄拳にも若たけるっていう,こう記載があるとかね、あとはこの埋葬されてた人は文館として大きみに使えていたということを考えればね、この永田船山古墳のあたりまで。 大和政権の支配下に入っていたと読み取れると思うんですけどね、まあ。いずれにしても成分であるという判断は難しくないと思うんですね。えー、と成分、成分ですから答えが1番ということになるんですかね。ちょっと成分、成分っていうのが多いとね、ちょっとドキドキはしますけれども、どうだったでしょうか。問題番号9番です。 B さんは河川 C の説明にあたって次の2つの事例を紹介したこれらの事例を踏まえ7世紀後半の日本における漢字文化の展開とその背景に関して述べた下の文 A から D について正しいものの組み合わせを下の1から4のうちから1つ選びなさいということですねまずこれ2行目に7世紀後半ってあるのが1つポイントになりますよねこういう時期設定を見逃すと結構言いたい目見るんですけど7世紀後半で、まあ、漢字文化って言ってますけど一応白宝文化ですかね でまあ、飛鳥時代ですよで例えば、これを手がかりにです、ね、例えば最初に選択肢 A から D までさーっと読んでみると、選択肢の C、留学から帰国したきびのまきびは、これ、明らかに奈良時代の人物なんで、選択肢の C はです、ね、もう内容判断しなくても誤りだっていうのが分かるんですね。でそうすると、まあ、この問題、A と B から正しいの1つ、C と D から正しいの1つですから、自然と D が正しいっていうことが分かると思うんです。 じゃあ D に着目して、白月のよの戦いの後、亡命貴族らが日本に逃れてきたみたいな、それに関係するような記述ありますかって言って、事例1、2をちょっと探してみると、事例2のところですよね、2行目。倉庫を意味する領って読むんですかね、という字は、中国では樹木の名を指す字であったと。で、航空では倉庫をこういうふうに読むんですよ、という。で、航空ではっていう、この 言葉ですねそれからその後ですけど「良」という字は百済・白木でも倉庫の意味で用いられたってここを合わせて考えれば亡命貴族っていうのがこれ朝鮮半島から逃れてきた貴族だというふうに考えればまあ文章としては問題ないということですかねですから D が成分であるっていうのは分かると思います続いて A と B の判断ですけど A と B はですね選択肢の頭にいずれも7世紀後半の日本にはとついてるので、まあ、時期はおかしくないのかなと。 そうすると、後半に注目して、古い時代の中国の影響、る漢字文化の影響は見られない。じゃあ、見られるんだったら語文だし、見られないんだったら成文ですよね。で、次、 B、朝鮮半島における漢字文化の影響が見られるんだったら成分、で見られないんだったら語文という、こういうまあ視点を置いて、事例とちょっと1と2を見てみるとですね、事例の1です。7世紀後半の木簡に、同時代の中国ではすでに使われなくなった漢字音の仕様が見られるわけですから、まず同時代の中国で使われなくなった漢字音ってことは、まあ、これ古い時代のものってことですよね。で、それが使われてるんだって言ってるんですから、 文章の A は漢字文化の影響を見られないと言ってるわけですね。古い時代の中国における漢字文化の影響を見られないと言ってるんですけども、まあ、これは見られるってことになりますから、意味の逆転ですよね。ですから、これは語文ということになります。で、B について一応検証してみると、まあ、先ほどの文章 D のところで少し説明をしましたけれども、コークリック。 使われてた漢字っていうのが、くだらとか白木でも倉庫の意味で用いられてた。でそれが7世紀後半の木簡でも使用されているっていうのが事例2から確認できますので、B が成分であるのは大丈夫だろうということですね。文章 C と D は時期判断で解いて、文章 A、B はまあこういうふうに選択肢を見せつつ読み取りで解いていく問題ということになります。ということなんで、答えは B と D ですから4番ということになります。問題番号10番です。 B さんは、下線部 D に関連して、国風文化について、次の X、Y のような評価があると述べた。X の根拠を A、B、Y の根拠を C、D から選ぶ場合、その組み合わせとして最も適当なものを下の1から4のうちから1つ選びなさいということですね。共通テスト型の代表的な問題ですよね。評価とその根拠の組み合わせという問題ですけど、 まず、X です。前代の東風を重んじる文化に対し、日本独自の貴族文化が発達した。まず、この日本独自の貴族文化っていうのは国風文化ですよね。で、前代の東風を重んじる文化っていうのは公認上願文化だなとか、ぼやーんと、まあ、思いながら、根拠 A、B、ちょっと見てみると、まあ、これはもうちょっとかなり分かりやすい問題かなとは思うんですけどね、選択肢の B、直線の監視,監視集に代わって、直線の和歌衆が生まれた。 というつまり公認定願文化と国風文化について、まあ、一応、両方記述があるわけですよね。評価 X が両公認定願文化と国風文化について両方書いてるわけですから、両方やっぱり言及しているものって考えると B ですよね。で、A、儒教や記伝道の教育がなされたっていうのは、これ、公認定願文化の説明しかないですから、まあ、知識でもあり、読み取りの問題でもありますけどね、B が成分と分かるんじゃないかなと思います。続いて Y です。 国風と称されているが、中国文化の影響も見られるということですね、まあ、最近の国風文化の特徴のところでは、ちょっとトレンドになっている内容ですけどね、国風文化というけど、あくまで中国文化を下地に、それをこうアレンジ加えたものが国風文化ですから、当然、中国文化っていうのは大事にされているし、だからこそ中国文化の影響っていうのも見られるっていうことですよね。 で根拠として C と D を見てみると C は貴族は輸入された陶磁器などを空物として愛用した、まあ、輸入された陶磁器などを空物として愛用ですからこれも中国文化の影響が読み取れるってはっきり分かると思うので、ね、まずこれがもう成分だなというふうに言えると思います、はいまあ、ちょっと A と B も、ねまあ、知識というよりは読み取りの要素が強いかなという気がしますが一応まあパターン F という形で分類してみました B と C なので答えは3番ということになります。問題番号11番です。2人の発表を受けてクラス全員で古代における文字使用の歴史について議論し、次の1から4のようなまとめをしたと。この1から4のうち誤っているものを1つ選べということですね。まず古代って書いてあります。 まあそうですね原子から入れれば旧石時代ってことになるんですけどまずこういう時期の設定ですねこれを意識した上でちょっと見てみたいと思います1番日本列島における文字の使用は倭国が中国の作法体制から離脱したことによって始まったまず日本列島における文字の使用っていうのが始まったのは5世紀ですこれはもう知識ですねでそれからじゃあ今度は5世紀に倭国が中国の作法体制から離脱したんですか っていうので、5世紀をじーっと考えてみると和の五王の時代ですから作法を受けてますよね。中国南朝に長考して作法を受けていますのでそうするとこの文章は誤りってことになりますね。でそうするとこの問題はあの誤ってるものを一つ選べなのでもういきなりこれが正解だというふうに分かってしまいますね。 まず、日本列島における文字の使用が始まったのが5世紀だ。これやっぱり時期判断の力ってことになると思うんですね。でしかも、じゃあ5世紀がどういう時代だったのかっていうことに関する知識が必要なので、時期判断と内容判断の2つが必要な問題ということになります。では、大問3に入りまして、問題番号12番です。 問の,1の括弧1番です次の資料に関して述べた下の文 xy についてその正語の組み合わせとして正しいものを下の1から4のうちから一つ選びなさいということですね。キーの国の中軍にある荘園の成立にあたって作成された資料と図を読めということなんですけどね。まあ、見たことのない資料だと思うんです。ですから先に選択肢を見てしまうっていうのが攻略法としてはいいですね。 では、X から見てみましょう。資料は、院の長の命を受けて、キー国家が中軍事に対して下した文書であるということですね。じゃあ、まず、院の長っていう言葉が出てくるのかっていうと、2行目に、院の長を下る渋みの通りとありますから、まあ、これ良さそうですかね。それから、キーの国家が中軍事に対して下した文書であるかどうかが読み取れるかっていうと、まず3行目に、キーの国がって言葉ありますね。で、それから、 1>, 1行目のところですけどね、キーの国、留守どころですね。で、中の1番読むと、容人の場合に国画に設置された、まあ、留守どころの説明を丁寧にしてくれてるわけですよね。国画に設置された中心機関ですから、国画っていうのは読み取れると思います。で、それから、始業文の1行目ですね、同じく中軍事に付すっていうところの中の2番見てみると、上級の役所から下級の役所へ文書を形する、これがまあ読み取れれば、 成分だなっていうのがわかると思いますですから X は全部正しいですから成分ということになります続いて Y です資料では中郡事に対し院の使者とともに現地に赴き省エ認定のための作業をするよう命じているありますね中郡事に対し院の使者とともに現地に赴けって言ってるかどうかをまず探せばいいわけですね でそうすると、資料文の2行目のところですけど、陰の使者と共に荘園の境界を定めて傍氏を打ちってあります。陰の使者と共にっていうのは良さそうですね。荘園の境界を定めて傍氏を打ち。傍氏に宙がついてるわけですね。領域を示すために作られた目印のことで、杭が打たれたり、大きな石が置かれたりした。まあ、これ実際に現地に行って、あ多分やったんでしょうね。こういうことをね。でそうすると、中軍事が、 委員の下とともに現地にお向いたことはおそらく正しいだろうとなります。次、省園認定のための作業をするように命じているということですね。じゃあ、荘園認定とか、例えばそういうような感じのことは出てくるかというと、3行目ですよね。立憲氏というところで、中の4番ですね。傍受を打ち文、文書を作成するなど、省園認定の手続きを進めることを指すということですね。まあ、こういうふうに中は全部使うわけですけど、中の4番、これがきちんと読み取れれば、成分であるというのは分かると思いますね。 荘園に関する、ね、立憲に関する問題が出てたんで、名城大の伊藤俊和先生とかが驚いてましたけどね、はい、これも成分ということになります。では問題番号13番です。次の図を読み解く方法について述べた次ページの文、XY とその方法で分かることについて述べた文、A から D との組み合わせとして最も適当なものを次のページの1から4のうちから1つ選びなさいということですね。 じゃあ、まずは文章 XY と文章 A から D っていうのをこう関連性をきちんとね、まず押さえてみましょう。帽子が設置された場所を見つける。じゃあ、選択肢先に見とくといいんじゃないですか。帽子は田や村の中心に設置されている。で、帽子は山の中や川沿いに設置されている。まあ、要は、どこに設置されているのかっていうのをまあ見つければいいわけですね。で、図見てみると、 例えば、下の方に当て側の章って書いてあるところのすぐそばに棒字っていうのが2つってありますよね。で、これ、色がついてるところっていうのが山の中らしいですから、まあ山の中にあるっていうのは一目瞭然なので、明らかに図から読み取れるのは B ですね。はい。次は Y です。棒字と棒字とを線でつないでみるということですね。で、まあ選択肢の C と D 先に見ておくと、この章円の領域が見えてくる。 それが C。で、D がこの荘園内の各村の境界が見えてくるんですね。はっきり言うと、知識でいきなり C が正解だなって解いてしまってもいい問題かなと思いますけどね。一応図が与えられてますから、やっぱり図を見てみましょう。で、まあ、棒字をつないでみると、 そうですよね、まあ、いろんな村がこう書かれてるわけですけど村の外側を基本的に帽子が通ってますから荘園内部の村の境界を定めてるわけではないことはまあ一目瞭然ですよね。ですので明らかに C が正しいということなんですかね。でそうすると B と C の組み合わせなので答えは3番ということになります。 はい、問題番号14番です。河川部 B に関連して平安時代末から鎌倉時代の都市と地方との関係について述べた文として誤っているものを次の1から4のうちから1つ選べということですね。まず問題の設定が平安時代末、まあ、陰性期って考えればいいんでしょうかで。それから鎌倉時代ですね。じゃあまず選択肢、だーっと見てみて、どうでしょう。用語、時期のずれがあれば、それ誤っているものですからね、一発で答えが出る感じなんですけど。 1>, 1番もまあ良さそうですし2番3番4番とねいずれもまあ時期的には問題なさそうですでそうなると純粋に知識問題かなという感じがします1番です伊勢啓司は伊勢伊賀を地盤に京都でも武士として活躍したまあこれ良さそうですよね伊勢平氏なんですから伊勢を地盤にしたのは良さそうですしまあ伊賀なんかの荘園をね寄進したっていう話も聞いたことあると思います京都で武士として活躍したまあこれは院の近親的な 内容をを説明しししててるるることとになななんでででですすかかね、まあ院の警備などをしてるわけですから誤りではないでしょうと2番全文化が中国へ東国へも広げまり鎌倉には壮大な六祥寺が造営されたこれ明らかにおかしいですね六祥寺っていうと代表的な例が白河が建てた星祥寺ですけどこれ上皇が建ててるわけですから鎌倉ではなくて京都ですよね要は用語の置き換えをしてますね場所の置き換えというふうに捉えてもいいんでしょうか ですので2番が誤りということになります。問題番号15番です。河川部 C に関連して室町時代の一期に関して述べた次の文1から3について古いものから年代順に正しく配列したものを一つ選びなさいということですね。1から3までそれぞれ歴史王があって、スライドの通りにこう並べてみました。 えと私は基本的に応仁の乱以降が戦国時代っていうような形で時期区分をしてますんでまずこういうふうに山城の国一揆1485年ですから戦国時代2番も1488年ですから戦国時代で3番が象徴の特性一揆ですからねまあ義の時期って考えるとまず3番が先頭にきます。 1>, で1番と2番だけ、政令記年で判断するんですけど、どうですかね、まあ、この山城国一期と香川の一行一期、一期の並び替えってまあよくある問題なんで、そんなに多分難しくなかったと思うんですけどね、えー、と1番、2番の順です。3、1、2の順番なんで、正解は5番という形になります。続いて問題番号、16番です。 河川部 D に関連し、鎌倉時代から室町時代の都市と地方、および地方間の交流に関して述べた次の文 XY とそれに該当する語句 A から D の組み合わせとして、正しいものを下の1から4のうちから一つ選びなさいということですね。まず、時期設定として鎌倉時代から室町時代ってありますので、まずそれを踏まえて選択肢 A から D を見てみると、C の赤絵。 ですねこれ、官営文化の陶磁器の話ですから、これ全然時期が違うんですね。そうすると、Y に関して、層や弦の影響を受けて、地方で製造された陶器の一つで流通の発展によって、各地に広まったもう D の生徒焼きは絶対に正解というふうに、時期で1つ、問題が選択肢が絞ることができます。で、X に関して、この人物らが諸国を遍歴したことで、各地にレンガが広まり、地方文化に影響を 与えたこれは A、B 両方とも時期はずれありませんので内容判断で連ガとありますから、まあ、B の葬儀が正解と分かると思います。まあ、作業はね、歌人です。陰性期から、まあ、鎌倉前期の歌人ということで誤りだと判断できるんではないでしょうか。はい、文章 X に関しては時期判断文章, y え文章 Y については時期判断文章 X に関しては内容判断で得問題ということで正解は4番ですね。 はい、では第4問、近世に入ります。問題番号17番です。江戸城に登場した大名は、本丸御殿の玄関を入ると、定められた部屋で待機した。この待機する部屋を、伝席という、次ページの図は、江戸城本丸御殿の模式図と伝席の説明である。この図に関して述べた次の文、XY について、その正誤の組み合わせとして正しいものを下の1から4のうちから1つ選びなさいということですね。まあ、伝席なんてことは、多分受験生初めて聞いたと思うんですね。ですからもうこれはもう純粋に 知識がないわけですから選択肢読んでっと付き合わせて解いていけばいいでしょう X 大名の伝石は戸様大名よりも不大大名の方が奥に近い場所を与えられていたまあ、つまり図を見て戸様大名と不大大名どっちが奥ですかっていうまあこれが分かればいいっていうことですよね Y 日米修航通商条約調印の時に大老を務めた人物の家と徳川成明の家とは同じ伝石だったということですね まず Y の日米出向通商条約調印の時に大老を務めた人物、まあ、これ E 直助であることはいいと思うんですね。ってことは E の家と徳川成明の家ですから、徳川成明は御三家の水戸藩ですので、これが同じ伝説かどうか、まあ、それぞれ図を見て確認すればいいということになります。はい、ではまず X です。戸様大名と不大大名の伝説の関係ですね。で、じーっと図を見てみて、あと横にある伝説の説明を見てみると、 普代大名っていうのはどこにいるかっていうと、右側の説明読むと、A。だ、まあ、けど、普代大名に与えられた最高の伝説ってありますから、一応 A も読み取れるんですかね。で、B、C、D と、まあ、それぞれ普代大名って書いてありますから、A、B、C、D、まあ、これ丸つけたりすればいいですよね。はい。これは普代大名です。一方で、外様大名、どこに座るかっていうと、F と G ですかね。 で、じゃあそれで、奥に近いのはどっちなんですかってことなんですけど、まあ玄関から遠い方ですね。で、それから図を見れば、大奥、奥って書いてありますから、まあ奥に近いのは明らかに A から D の普代大,大名とわかりますので、X に関してはこれは成分とわかりますね。戸様大名より普代大,大名の方が奥に近い場所を与えられていますから、成分ということになります。続いて Y です。さあ、E 家と水戸家が同じ伝石かどうかです。 で、探さなきゃいけないわけですよね。で、まず A を見ると、会津藩松平家と彦根藩井、e、家ってありますから、井、e、直弼はここにいたんでしょうね。A です。じゃあ今度、御三家はどこなんだっていうと、水戸家ですからね、御三家です。E ですかね。将軍家ゆかりの大名に与えられた特別待遇の転跡ってあって、三家などってありますから、まあ三家で水戸家だから、 いいけが A で、ご三家のみとけが E ということなんで、これ同席じゃないですね。ですから5分ということになります。成分5分の組み合わせを選べばいいので、答えは2番ということになります。はい。Y の文章を特定するときに、い、e、い直すけという知識が必要。ただし、まあ、多くは読み取りの問題という形になります。続いて問題番号18番です。 江戸城大丸御殿は儀式や儀礼を行う舞台である中でも重要なのが武家諸法度の発布である3代将軍以降の武家諸法度は江戸城で諸大名に伝達された武家諸法度に関して述べた次の文1から3について古いものから年代順に正しく配列したものを下の1から6のうちから1つ選びなさいということですね正常問題なんですけどまず2行目ですよね3代将軍以降の武家諸法度はこれ意外とポイントになりますよね3代将軍以降ってこう限定ついてるわけですよね つまり、源奈の武家諸法都はこれ、関係ないってことなんですかね。じゃあ、それ踏まえて読んでみましょう。1番、幕府は大船の建造禁止を解き、武家諸法都を書き改めた。大船の建造禁止令が定められたのが官営の武家諸法都で、この禁止を解いたのは幕末ですよね。ペリーが来て、まあ、対抗しなきゃいけないっていうことですよね。安倍政宏が解禁したことになります。ですから、幕末と分かっていればいいんじゃないですかね。2番、 幕府は武家諸法度の第一条の冒頭を文武九馬の道から文武中古を励ましに書き改めたということですね。これ、天羅の武家諸法度ですね。徳川綱吉、1683年ですかね。まあ、西暦年分かんなくても徳川綱吉って押さえておけばいいんですかね。3番、幕府は武家諸法度で大名に三金交代を義務付けた。三金交代を制度化したっていうのと同じ意味でいいんでしょう。えー、徳川家光ですね。そうすると、 まず3と2番はこれ将軍の順番で並び替えですね。で、1番が一番最後に来るでしょうから、答えは6番ということになります。これ今までのそうですね、センターの正常問題と似たような解き方ですね。江戸時代は将軍がやっぱり分かってないとダメなんですよね。将軍の順番と、まあ、出来事を見たときに将軍が誰かっていうのが言えるかどうかっていうことですね。であとはまあこの文章1番が分かったかどうかですかね。 ちょっと共通テストにしては細かいかなという印象を持ちます。はい。いずれにせよ正解は6番です。はい。問題番号19番です。江戸幕府のさまざまな儀礼は政治行為であり、大名を対象とするだけではなく、対外的な儀礼も含まれている。江戸時代の対外関係について述べた文として、正しいものを次の1から4のうちから一つ選びなさいということですね。江戸時代の対外関係という設定になっています。まず、 選択肢見てみると、まあ、江戸時代のじゃない言葉とか、そういった用語はなさそうですから、まあ、純粋に知識問題だと思ってくれていいんじゃないでしょうか。1番、将軍は新たに就任する朝鮮へ通信誌を派遣した。これは誤りですね。朝鮮通信誌っていうのは、朝鮮から日本へと派遣されてきますので、これ意味が逆転してますよね。ですから誤りと。選択肢の2番、オランダはオランダ空説書きで、日本の情報を世界に伝えた。 これも誤りですね。オランダ風雪書きっていうのは、将軍がヨーロッパの情勢っていうのを欲しくて、オランダ将官庁、カピタンに書き記させて提出させたものですから、これも意味の逆転です。選択肢の3番、シャオン氏は琉球国王の代替わりに際して幕府に派遣された。まあ良さそうなんですかね。ただこれ、成分判断だと危ないですから、一応選択肢の4番見てみましょう。アメリカとの緊張が高まると、幕府は松前奉行を設置した。 まず、松前奉行という歴史用語が蝦夷地の支配に関係する歴史用語だと考えれば、これは普通にアメリカではなくてロシアだとすぐにわかると思うんですね。アメリカをロシアと用語の置き換えをしているわけですから、4番も誤りということになります。ですから3番が成分ということで3番が正解になります。問題番号の20番です。 資料1は休日について定めた1814年の長法である。この資料1について述べた文として、誤っているものを下の1から4のうちから1つ選びなさいということですね。江戸時代の休日に関する資料。まあ見たことない資料ですね。で、そうすると先にまあ選択肢見てから突き合わせていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。1番、休日は遊び日とも呼ばれている。ですね。これは読み取れますね。 例えば資料文1行目ですけど流行り休日決していたすまじく候と書いてありますねで。流行り休日っていうのが中の2番で一時的に広まる臨時の休日だっていうふうに書いてあって3行目のところですけどねまちまちに遊びびいたすまじきことですね。 まちまちにっていうのが、なんとなくこうたまたまとか臨時のっていうようなニュアンスだっていうのは、多分読み取れると思うんで、でそうすると、この流行り休日っていうのと、まちまちに遊び日っていうのがおそらく同じ意味で使われてると推測できるんですよね。なんでかっていうと、流行り休日、決していたすマジックソロやるなって言ってるわけですね。で、3行目のまちまちに遊び日、いたすまじきことですから、まあ、同じような意味だと。 でしかもそのまちまちっていうのが臨時のっていう意味で中の2番のその臨時っていうのと重なると考えればこれは読み取れるだろうということですねはい続いて選択肢の2番です臨時の休日は全国で一律に制定すると定められている全国一律で制定されてるかどうかっていうことを読み取らなきゃいけないんですけどね でまず資料文の1行目の最後のところですけど、読んどころなく休日いたし,いた,したき不死は、町役人へ申し出て、御支配様へお願い申しってありますね。で、御支配様っていうのは中の3番ですね。見てもらうと、領主って書いてあって、ここでは朱坂藩主のことって書いてあるわけですね。休日したければ藩主に申し出なさいって言ってるわけですね。で、そうすると、この資料っていうのは、ね、朱坂藩で出たものだと、ね。 でしかもその藩主の許可が出れば取れるわけですから、須坂藩以外はどうだったかっていうのは分からないですよね。ですから、これ全国一律で制定っていうのは読み取れない、まあ、つまりこれが語文ということになります。はい、さあただし選択肢の3番と4番も見ていきます。選択肢3番です。休日が新たに必要であれば、町の住民たちから申し出るよう定められていた。 でこれがじゃあ読み取れるかっていうと、資料文の1行目最後ですね。読んどころなく休日いたしき不死は町役人へ申し出てですね。ここから読み取れると思います。町役人っていうのが町の住民だっていう知識がまあちょっと必要にはなりますけど、まあ、おおむね読み取れるんじゃないかなと思います。それから4番。休日には手習いや産んをするよう奨励されているということですね。じゃあこれがどこからか読み取れるかっていうと、資料文の4行目一番最後のところですね。 えー、手習い、賛など、愛、励み申,し申すべく候とあるわけですから、まあ、これは普通に読み取れるなと考えれば、これも成分というふうに読み取れるだろうということなんで、5文は2番ということになります。はい、問題番号21番です。資料には1868年8月に出された布告である、この資料に関して述べた下の文 A から D について、最も適当なものの組み合わせを下の1から4のうちから1つ選びなさいということですね。 まあこの資料も見たことのある受験生っていうのはいないと思うんですね。で、そうすると、まず選択肢見てから、突、まあ、き合わせていくっていうのがいいでしょう。A、資料2によれば、転調説には刑罰の執行が停止された。じゃあ、刑罰とかそういう言葉があるのかっていうのを探してみるとですね、資料文の2行目、転調説オ執行相なり、 天下の経陸差し止められ候で、経陸中の4番見てみると、刑罰とあります。で、差し止められ候ですから、まあ、これはもう成分だな、読み取れるな、ということですね。じゃあ、今度 B が語文ってことになるんですけど、資料2によれば、天朝節はこの年1回限りの行事とされた。天朝節がこの年1回限りの行事かどうかは、うん、資料を見てもわからないですね。で、それからまあ、これ、知識があればね、 明治政府っていうのが天皇の存在っていうのをこう意識させるために、天皇、天、現在の天皇誕生日ですけどね、天朝節っていうのを定めたということを知っていれば、まあ、語分だというふうに判断することができます。いずれにせよ、成分が A ですね。次です。今度は C と D なんですけどね、資料 C、えー、文章の C です。 資料2の布告は庶民に天朝節を祝うことを促して天皇の存在を意識させようとしたものだったと考えられる。じゃあ庶民に天朝節を祝うことを促してるかというとどうですかね。3行目の一番最後ですか。庶民においても一度御仮説を祝い立て祭り候。で仮説っていうのはめでたい日。まあここではもう天朝節天皇誕生日のことだっていうのはまあわかると思うんですけどね。 まあそうすると読み取れるんですかねで。後半の天皇の存在を意識させようとしたものだったと考えられるというのは、まあ、これは分かんないですよね。書いてないですから。まあ、しかも文章考えられるんですからね。まあ、ちょっとこれは判断不能です。じゃ文章のこの D 見てみましょう。資料2の布告は庶民に天朝節を祝うことを禁じて天皇の権威を高めようとしたものだったと考えられる。 これはもう C と意味が逆転ですよね。言わこと禁じてません。逆に促してるわけですから、D が明らかな語文なんで C が正解かなということですね。そうすると A と C が正解ということなので答えは1番になります。はい。それでは第5問に入ります。ここからまあ近代なんですかね、本格的に。 影山秀子が出たんでね、受験生ちょっとびっくりしたのかもしれませんけどね、ただ影山秀子について何か知らないとできない問題は一台もないですね。基本的な知識と、まあ落ち着いて読み取りができればいずれも解ける問題です。問題番号の22番です。空欄、A、から E に入る語句の組み合わせとして正しいものを次の1から4のうちから1つ選べということですね。まあ空欄に単文と用語を補充する問題なんですけどね、まあ従来のなんかセンター型にすごい近い問題ですよね。こんな問題出すんだな。 っていう,ふうにちょっと正直最初見たとき思いましたけど、さあじゃあ,まあ空欄の前後を見てみればいいんですかね。えー、と空欄は上から5行目です。しかし、あを企てた大阪事件に関与して、まあ、大阪事件に関与したというところから、大阪事件が後進事変ですよね、朝鮮における侵入者と新進派の争いに関係していると分かれば、まあ、朝鮮の南西改革っていうのは、これ、 想定でできると思うんですよねそうすると3番と4番が選択肢としては消えます。次です。空欄の言いはその2行下ですね。1904年に自伝、わらわの反障害を刊行したりした。その後、なんちゃらの活動に参加することで社会主義に近づくと、社会主義に近づくととありますから、社会主義に関係する選択肢を選べばいいわけですね。でそうすると、まあ、経民者っていうのが、高徳給水などが活躍してますから、社会主義と関係あることが分かります。ですから、そうすると、 A が朝鮮の内政改革で E が平民者ですから答えは1番ということになります。続いて問題番号23番です。河川部 A に関連して幕末維新期の武士について述べた次の文 XY とそれに該当する語句 A から D の組み合わせとして正しいものを下の1から4のうちから1つ選べということですね。 選択肢、ざーっと見た上で、X です。下級武士出身のこの人物が反政の主導権を握った薩摩藩、まあ、薩摩藩ですから、B の木戸孝義が、まあ、長州藩で誤りだっていうのが分かるんで、A が正解、最後高森ですね。Y、旧幕府の武士などを率いた榎本武明がこの地で新政府に降伏した、この地は、まあ、新潟ではないですよね、函館五稜郭の戦いですから、D ということで、B と D。 A と D の組み合わせで答えは2番ということで。まあ、センター型の問題ですかね。ちょっと、教師抜けっていう感じはします。はい、問題番号の24番です。河川部 B の学校を新たに設立した理由について、秀子は次の資料のように記している。この資料の内容及び時代背景に関して述べた次のページの文 A から D について、最も適当なものの組み合わせを1つ選びなさいということですね。いい問題だと思うんですよね。 まず聞かれていることが2つあって、この資料の内容、でそれから時代背景ということですねで。先に選択肢を見ると、A と B は頭に資料によればとありますから、これが資料の内容ですね。ということは、これ、資料の読み取りをしていけばいいだろうと。 でそうすると選択肢 C と D は時代背景を読み取る問題なので当然まずいつ頃かっていうのが分からなきゃいけないわけですよねまずこういうことを念頭に置いてさあじゃあ AB から見てみましょうということです選択肢 A 資料によれば秀子は親切の学校でここまで表現が同じですから女性に優美な技術を教えたかったのか 秀子は女性に生計の助けになる技術を教えたかったのか、じゃあ何を教えたかったのかがまあポイントだなとでいうところで資料を読んでみると、まず一般の女学校のありようを見るに、これはまず多分秀子が今までの女学校をこう批判したいわけですよね。で、だから私は新しい学校を作ったんだみたいな、多分そういう文脈で読んでもらえば、いたずらに交渉に走りとかね。 2行目、遊美を胸とし、実際、生計の助けとなるものあらず。まあ、つまり、一般の女学校が遊美を胸としていると。生計の助けにはなるものではないと。だから、検問成果の霊系まあ、なんて言うんでしょうね。金持ちの権力者のお嬢様を養うような、そういう学校になっていると。で、中流以下の家政を取るの、賢婦人を出すに足らず。 まあそういうろいろやりくりしながら、賢くやっていく女性を出すような学校にはなってないと。まあ、こう考えてで、しかも一番最後のところですけど、4行目ですよね、まあつまりひで子ということですけど、密かに有料置く、当たわざるゆえんなり、まあ、つまりどうなんだっていうふうに思ってると、あれば、明らかに選択肢として正しいのは B だろうというふうに判断できますね。OK。 はい、えー。結論はこうなります。選択肢 B が成分ですと。はい。では続いて選択肢の C と D です。この学校が設立した後で教育調が出され、中訓愛国の精神が強調された。で、D がこの学校が設立された後で義務教育の期間が4年から6年に延長されたですけどね。まずじゃあ資料の時期設定をしてみます。112ページですけど、つのはず、 女子工芸学校を設立したのが1901年とありますよね、河川 B のところですから。ですから、1900年代の時期設定だなという、まずこれを念頭において、もう一回選択肢と CD 見てみると、教育直後が出され、まあこれ1890年代ですよね。で、そうすると、1900年代の時代背景にはならないですし、 1901年に学校が設立された後で、1890年,に教90年代に教育兆候が出されたって、これ日本語おかしいですから、C が明らかな誤りということですね。一方の D、義務教育の期間が4年から6年に延長したっていうのは、これ成分ですね。義務教育の延長っていうのは日露戦争後ですね。まあ、細かいですけど、1907年ってことになります。日露戦争の後だって分かれば、1904年から5年の後ですからね。1901年よりは後だなっていうのは分かると思います。どうでしょう 近代の教育士ですねここまでまず手が回ってるかどうかっていうことですけど、近代の教育士をこれ学習してて申し間違えたというのであれば、教育士に関して学習が不十分ですね。日試験などだったら、もうこれぐらいできないと当然困りますので、しっかり復習をしておきたい内容になります。はい、ですので、B と D が成分ですかね。ですから答えは4番ということになります。 はい、問題番号25番です。河川部 C の文章が書かれた時期の社会に関して述べた次の文、XY についてその正誤の組み合わせとして正しいものを1つ選びなさいということですね。まず河川部 C の文章が書かれた時期を特定しましょう。112ページ見てもらうと河川部 C の2行上に1907年に雑誌「世界婦人」を創刊とありますから1907年ですよね。そうすると、まあ、時期としては明治で1900年代というふうに分かります。 さあ、その上で X です。女性解放となる新婦人協会が活動していた。新婦人協会の活動って、これ大正期ですから、もう絶対明治期じゃないんで、これは五分ですね。はい。いい問題ですね。明治期なのか、大正昭和戦前期なのかっていう、まあ近代でこの大きく2つを問うっていうのはよくセンターでも出題されてましたけどね。ここでも踏襲されてますね。続いて Y です。女性が政治中間に参加することは禁止されていた。この 政治仲介参加禁止治安警察法で規定があります治安警察法は1900年、明治期ですね、山形離島丸井内閣です。で、これが新婦人協会の活動によって改正されたっていう風に多分学習してると思うんです。で、そうなると新婦人協会の活動対象期ですから、明治に治安警察法が制定されて、 対象期に改正されたで、その間の1907年の今話をしてますんで、治安警察法の効力があるわけですから、これは成分ということになります。ですから、5分成分で答えは3番ということですね。はい、第6問に行きます。第6問は第二次世界大戦後の民主化政策ということで、まあ、スライドが3つあって、それに関する問題ということですね。問題番号の26番です。明治期の 大事主と小作人に関して述べた次の文 XY について、生後の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさいということですね。明治期と時期の設定があります。で、XY 見てみると、まあ、歴史用語に該当するものはないですから、まあ、どうなんでしょう。普通に内容が正しいか間違っているかを判断すればいいということですね。X、大事主は一般に小作料を現金で受け取っていた。これは語文ですね。小作料は勤納ではなくて、仏納が一般的ですね。 現金で納めるのは地祖ですからね。これが語文です。Y。小作人の中には子どもたちを工場などや働きに出すものがいた。これ、成分ですね。明治時代ってですね、小作料が高額だったんですよね。でそうすると、小作料の中に、小作料が納められません。結構そういうケースあるんですよ。でそういう場合に、納められない小作料。 どうしてくれるんだって話になって、まあ、例えばそれの引きえにですね、地主が経営する工場に、例えば市場工場労働者として、まあ、例えば提供するなんていうケースがこれ絶対にあるんで、y、実際にあるので、Y は成分ですね。ちょっとまあこれが難しかったかなっていう気はしますけどね。X が5分で Y が成分なんで答えは3番という形になります。はい、問題番号の27番です。 河川部 B に関連して1920年代に活動した組織として正しいものを次の1から4のうちから1つ選びなさいということですね。1920年代って設定がありますから選択肢の1番から4番の歴史用語を年代を設定してみればいいですね。1番、全国水平社。まあ、これ1922年成立ですからいきなりこれが正解になりそうですけどね。1920年代以降活動したと考えればまあでしょう。正解でしょう。2番、日本社会党ですけどね。 これ日露戦争後に出てきた初の合法的な社会主義政党だと考えれば1906年。で、戦後に成立した55年体制の一翼になったあの日本社会党と考えれば戦後に成立ということですね。日露戦争後の成立だと1900年代。戦後に成立だともう全然時期が違うので、これは誤りですね。3番。 明六者これ明治6年成立ですから、1870年代。もうこれは誤りであることは自明ですね。4番、翼産政治会ですけど、これは翼産選挙って1942年、アジア太平洋戦争中ですかね、その時に選挙が行われて、でその後当選した議員たちが結成したのが翼産政治会ですから、そうすると1940年代ということなんで、これも時期的に誤りだなということなんで、答えはすぐ出るんじゃないかなと思います。 続いて問題番号28番です。空欄アークに入る語句 XY とその語句が入る理由 A、B との組み合わせとして最も適当なもの、下の1から4のうちから1つ選べということですね。まず語句と理由の組み合わせですね。語句は発展と同様。で空欄見ると規制事務への発展、もしくは規制事務の同様という文脈なんですかね。で、その理由として、誤作量の引き上げが実現した、誤作量の引き下げを求める動きが広まった。これが P ですね。 これをまず、組み合わせしてみると、既成事主にとって、小、まあ、作料って収入ですからね、小作料の引き上げが実現されれば、それは規制事務性の発,発展ということになりますよね、規制事務にとってはいいことですから、既成事務所が動揺するた場合は、まあ、その収入である小作料引き下げを求める動きがあれば、同様になります。ですから、まず答えとしても1番か4番のどっちかですよね。 さその上で、どっちが入るかってことなんですけど、スライドの1番、1の2のところを見ると、1920年代の慢性的な不況って書いてあって、でその産業者ですかね、小作料や工作権をめぐって、小作葬儀が活発化とあります。小作葬儀っていうのは、小作料の減少ですね、減額を求めるものですから、まあ、これは知識問題ですかね。でそうすると、理由が B になりますよね。小作料の引き下げを求める動きのもあります。 で、そうすると、それとの組み合わせっていうことになるんで、Y ですかね。同様っていうことになります。はい。よろしいでしょうか。もしくは1、1の3のまとめのところですかね。小作人の地位向上はある程度実現した。で、小作人の地位が向上するってことは、これ、既成事主にとってはマイナスになりますんで、そうすると、Y、B の組み合わせになるんで、4番と。いずれにしても、まあ、いろんな解き方があるにせよ、答えが4番であることは間違いないですね。 はい。問題番号の29番です。河川部 C に関連して、戦時下の物資の統制に関して述べた次の文 XY について、その制御の組み合わせとして、正しいものを下の1から4のうちから1つ選べということですね。戦時下の物資の統制ですかね。河川部 C が1940年とありますから、この戦時下っていうのは日中戦争以降ってことなんですかね。はい。X です。砂糖、マッチなどの消費を制限する切符制が開始された、 まあ、戦時下の武士統制の文章としては誤りではなさそうですね。Y。国家総動員法に基づき価格等統制令が出された。価格等統制令は国家総動員法に基づいて出された直例の一つであることは間違いない。まあ、ですからこれも成分ですね。はい。時期的にも間違いありません。なので、まあ、成分成分の組み合わせが心理的にどうだったかなというところはありますが、答えは1番ですね。はい。では問題番号30番です。 ク欄ランに入る政策 XY とその政策の目的 AB との組み合わせとして正しいものを下の1から4の力 1, 1つ選びなさいということですね。政策が X、小作人を優遇する政策 Y が地主を優遇する政策で目的が A、規制地主性を強化するため B が食料の生産を奨励するため Y と A の組み合わせっていうのはまあ普通に分かると思うんですよね。地主を優遇すればそれは規制地主性は強化されるでしょうって話になるんでそうすると えー、X と B の組み合わせってことになるんですかね。そうすると、2番か3番が答えの候補になりますよね。で、その上で、まあ、スライド2を見ればいいんでしょうから、スライド2を見ますと、2の2の1行目ですかね、小作量の引き上げを禁止するっていうふうにあります。で、その4行下にこれらの点から戦時期ではほにゃほにゃが取られたと考えられる。で、これが空欄いいですから、小作量の引き上げ禁止ですからね、規制事の姿勢の強化ではないでしょうから、 2番の方ですかね。小作人を優遇する政策。つまり、食料の生産を奨励するために、実際に小作する小作人のやる気を出させようとした政策だと読み取れれば、2番が正解ということになります。最初にこの XY と AB、組み合わせとくと分かりやすいかもしれませんね。はい。はい。問題番号31番です。スライド3を参考にしながら、農地改革の過程と実績に関して述べた分として、誤っているものを次の1から4のうちから1つ選べ、 スライド3を参考にしろと言いますから、まあ、参考にしながら読んでいけばいいんですかね。勝手に農地改革の過程とか実績を知識で判断すると危ないですね。1番です。GHQ は日本の軍国主義の原因の一つに規制事主性があると考えていた。じゃあ、これがスライドから読み取れるかっていうと、3の1。軍国主義の温床の除去ってあって、規制事主性の除去ってありますから、まあ、これは成分でしょうね。はい。2番です。 1> 第1次農地改革案は不徹底であるとみなされ、規制事務制の除去を求める GHQ の指示により、第2次農地改革が開始された。でまず、スライドの3のに見ると、1行目に政府主導の第1次農地改革案の決定とありますから、これはいいでしょうと。でこれが不徹底だというのは知識になりますけどね。 で規制事ヌシ製の除去を求める GHQ の指示ですね。まあ、GHQ は規制事主制を除去しようというふうに3の1でさっき言ってますから、まあ、GHQ の勧告に基づいて第2のち改革がスタートしたわけですから、2番も成分で良さそうですかね。はい、3番です。 1965年の農地の9割以上は経営規模2ヘクタール未満であり、1935年時点と比べて経営規模の小規模性は大きく変化していないということですね。まあ、これについては図を見なきゃいけないんですかね。経営規模別農家個数と兼業農家個数の割合っていう、まあ、この図を見ると、1965年の農家の9割以上は経営規模2ヘクタール未満。2ヘクタール未満ですね。まあ、そうでしょうね。はい。 なんてううんでしょう点々点,点がついているより下が全部2ヘクタール未満ですからね。で1935年時点と比べて経営規模の小規模性は大きく変化していない1935年まあほとんど同じなんですかね。っ、は、て、いまあ、考えるとこれも成分かなと。 次、4番です。1965年の農家の約8割は兼業農家であり、1935年時点と同様に、専業農家の割合は低いままである。で、1965年の農家の約8割は兼業農家。これはどうですかねえっ、ー、と、棒グラフっていうんですかね。折れ線グラフを読めばいいのか。80%ぐらいですかね。そうですね。 1935年と同様に、これは明らかに誤りですよね。折れ線グラフ35年のところを見れば30%切るぐらいのところを指してますから、同様ではないことが分かるので、まあ、選択肢の4番が明らかに誤りかなというところで、答えは4番ですかね。 はい、問題番番号の32番ですこの学習のまとめとして、H さんたちは戦後の農業の展開を整理している、その内容に関して述べた次の文 A から D について、正しいものの組み合わせを下の1から4のうちから1つ選びなさいということですねで。選択肢を見てみると、A と B は減反政策について述べていますよね。後半の部分が減反政策が開始されたですから、そうすると減反政策に関する知識問題だと考えればいいでしょう。 C と D に関しては、後半部分が農業基本法が制定された後ありますから、農業基本法の内容に関する知識問題だなというふうに考えればいいですね。さあ、その上でです、減反政策っていうのは、米の生産量を減らすためのこう面積の調整ですから、そうすると、成分明らかに A ですかね。米の生産調整のために減反政策が開始されたと。で、農業基本法は1960年代、これ、池田隼人内閣の時に、 整理してますそうすると、選択肢の D、自作の創設は農地改革のときの目的ですから、農地改革の目的である自作の創設、それをするために農業基本法が制定されたっていうのは明らかにおかしいので、D が誤り、ですから C ですね、農業の経営の改善を図るために農業基本法が制定された、まあ、この文章が成分ということになります。はい。さあ、以上がです、ね、共通テスト日本史 B の解説ということになります。 まあどうだったでしょうか、初めてのテストなので、ちょっと平均点予想とかは控えたいとは思うんですが、少なくとも思考調査よりは高いですかね、おそらくまあ60点台には乗ってくるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけれども、まあ、ちょっとそれは予想ですからね、ふーんと思ってください。はいまあ今日一日、すごい緊張して大変だったと思いますので、ゆっくり休んでください。